こういう場がですね、僕自身すごく久しぶりで、ちょっと緊張していますが、普段の錦戸さん、はい、にはそういう一面あるかなって自分ではどう思われますか？そういう一面あるよってこういうとこで堂々と言う男どう思います？ちょっと難しい質問ですよね。錦戸亮さん、こんにちは、錦戸亮です。今日はお越しいただきありがとうございます。こういう場がですね、僕自身すごく久しぶりで、ちょっと緊張していますが、なんだろうな、楽しめて終われたらいいかなと思ってるので、皆さんも今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。中さん演じるユイと親密になる色気ダダ漏れの謎めいた自称アーティストという、はい、こちらも特殊な役柄だと思うんですけれども、はい、演じられていかがだったでしょうか？そうですね、役の説明も結構特殊じゃないですか、今おっしゃられたように。だからどうやればいいんかなとも思いながら、手探りでどうにかそう見えますようにと思いながら、お願いしながらやってましたね。だから、はい、どうでしょう、普段の錦戸さんにはそういう一面あるかなって自分ではどう思われますか？そういう一面あるよってこういうとこで堂々と言う男どう思います？質問ですよね。いや、わかんないです。どうなんですかね。あれぐらいこう自分が信じるものに突き進める強さというのか、そういうのは憧れるのはあるかもしれないですけど、僕はあんなに堂々と生きれたもんじゃないですね。はい、そうなんですね。ではどうでしょう、一緒にこう演じられた中さん、はい、どうですか？色気ダダ漏れ感ありますでしょうか？私がやっぱ一番なんか難しい役柄だろうなって、私はその脚本を見た時に思いました。だって最後になるにつれてどんどん崩れてくるっていうか、それが難しいんですよね。なんかもう本当振り回してるように、なんか振り回されてるっていう、なんかこう本当に不思議な空間が流れるんですよ。そこがこっちもどうしたらいいみたいな感じ。なるほど、相手側としてもそう、こういう人いたら、ちょっといないから、こういう人、はい、だからいないから難しかったです。なるほど、ね、難しいだろうなと思いました本当に。はい、工藤さんはどうですか、錦戸さん、色気だだ漏れ、はい、一つのポイントなので、今回の役ところの難しいですよね。東大出てんですもんね、しかも。そう、そうなんです、そうなんです、パチプロで、はい、なかなかそんなやつそして色気ダダ漏れですもんね。難しい、難しいですよね。でそれプラスまだネタバレになるからですけど、はい、すごいね、そうですね、一つ肝心なところがあるじゃないですか、はい、そうですよね。どうすんのやろって思いました。はい、じゃあもう戸惑いながら演じられる錦戸さん、ぜひ皆さん、はい、この先のお話楽しみにしていただければと思います。そうですね、でも色気ダダ漏れんとこは ほとんど大石さんですから。そうなんですね、もうそこは入ってこないでみたいな感じで。そんなことない、大石さんが書いてますから。工藤さんはなんかね、もう教授のどこがいいんですかねみたいな、わからないんです僕。俺は全然わかんないっすみたいな感じでしたよ。だって東大出てパチプロなんですよ、わかんないですもん。そこでも大石さんがという、そこがもう大石さんが全部ちょっとそれも踏まえて見ていくと、ちょっとまた面白いかもしれないですね。はい、はい。